はい、皆さん MS でございます。今回も当チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。はい、それではですね、早速ですね、今回のパッケージの方行ってみたいと思います。でこちら今回はですね、またオークションでいつも買わさせてもらってるところで買ったんですけどね、今回はまあ箱がひどいですね。もうボロボロです。この辺なんかもね、ビロンビロンともう開いちゃってて、ね、もうひどい状態だったんでね。なんでまあこんなひどい状態かっていうと、なんか一度ですね、税関の方で差し戻しをされてですね、なんか中身をチェックするってことでね、こんなボロボロの状態で来ましたね。でですね、さらにひどかったのがですね、まあ、ここ開けますけども、じゃがじゃーんとこう開けます。まあ物はこれなんですけども、まあいろいろ入ってますけども、この緩衝材ですね、緩衝材でぐちゃぐちゃになってたの。もう説明書もね、これビリビリに破かれて、緩衝材の代わりとして入れられてましたね。もうほんまこれひどいですね。香港の税関は何をやってくれてるんだって感じですよね。今回はね、これがちょっとひどかったですね。もう差し戻して再検査で、なんでこんなことをするんだって話ですよね。はい。で、中身はですね、こういう風になってます。まず本体ですね。こちらの方とですね。はい。よいしょと。そして、フォアグリップと、ストック。そしていつもの、なんちゃってサイト。でこちらの方が、フロントサイト、リアサイトですね。そして、なんちゃってサイレンサーと、マガジンが今回3つですね。で、それとですね、こちらの方ですね、カートと、玉ですね。カートの方と、吸盤弾とこのスポンジ弾ですね。またちょっとなんか小さいような感じもするんですけども、まあ、これに合わせたやつでしょうかね。これが一応たくさん入ってました。まあなんでこれを買ったかっていうとですね、こちらの方の方がですね、この薬莢とマガジンがたくさんついてたん で、そちらの方をですね、購入させていただきました。ね、別売で買うとまたね、売ってないとかそういうのがあったんで、もうまとめてね、こう買えるのがあればね、買った方がいいと思ったんで、こちらで購入したのと、あとですね、こちらのバッテリー端子、まあ、いつも中華さんはね、JST のコネクタ端子だったんですけども、こちらですね、タミヤのとかのね、ミニコネクタのバッテリーに変換されてるやつなんで、まあ、これだったら汎用性が効くかなと思ってこれを購入したんですけども、ちょっと問題がありましたね。やっぱりね、JST のコネクタのやつの方が良かったかなと思いましたね。それではちょっとね、早速組み立ててみたいと思います。はい、それでは組み立て終わりましたんで、いつも通り左側からチェックしていきたいと思いますと。はい、まず左側はこういう感じですね。いつものなんちゃって威嚇用サイレンサーですね。フォアグリップついてます。こちらの方も取り外し可能ですね。ワンタッチでできるんで非常にいいです。で、まあ特に刻印とかはないですね。で、一応印刷でちょっと読めないね。 TD1 かアイカ、なんかよくわかんないですけど、ここに印刷されてます。そして、可動部分、コッキングハンドルと、こちらですね、セレクター、マニュアルとオートですね。手動コッキング、エアコッキングか、フルオートのみですね。こちらが選べるようになってます。左側はこういう感じです。右側はこういう感じですね。まあ、こちらも特にございません。大したものは。で、こちらの方がエジクションポートになっております。こちらの方から、カートが廃棄をされます。で、マガジンキャッチですね。で、こちらの方のセレクターは、向こうとは連動しておりませんという感じになります。で、ストックはこちら、無可動です。もう完全に固定で上から差し込むだけなので動きませんと。で、この場所もちょっと硬くてこれ以上入んなかったんで、もうここでやめてありますけども。右側はこういう感じです。上から見るとこういう感じですね。で、もちろん 20mm のレールがついていますと。下から見るとこういう感じになります。で、こちらのグリップのところがバッテリーになりますね。後ろから見るとこういう感じになっています。で、一応フロントサイト、リアサイトはね、物はこれ可動式になってるんですけども、こいつはもう完全に固定されて動かないんですね。形状になってますので、そして前から見るとこういう感じですね。なんちゃってなので、まあ、外せばこういう感じになってます。もちろんバレルに相当するものはございませんと。で、まあね、本体のカラーリングなんですけども、一応こういうメタルブルーっぽいんですけども、こう周りの色をこう吸収してですね、いろんな色に今ちょっと
緑っぽくなるんですけども、こういう風に、じゃあ緑じゃなくて紫っぽい色になるんですけども、まあ、周りの暗い色とかなんかね、そういうのがあるとですね、こういう風に傾けるとですね、この紫のこう色が変わるというね、見る角度ではなくてこう周りの色に影響されてちょっと色が変わるっていう感じのね、ちょっとなんか面白い感じになってます。外観上は以上になっておりますので、はい、それとですね、恒例のですね、まあ比較対象ですね、こちらがですね、KSC さんのクリスベクターになります、まあ、こちらが一応実物ということでご勘弁願いたいですね、まあ、こういう感じになります。まあさすがに重たいですけどね、まあサイズ感的には同じような感じになるんじゃないでしょうかね。比較的頑張った感じの外観になっております。こういう感じで、まあ、合わせてみてもそんなにサイズ的には違和感がないですね。本体の方はほぼほぼ同じで、ちょっとねストック部分が短いかなっていう感じになりますね。もちろんね全然ね、あの意味合いはボタンのところは違うんですけどね、まあ、こちらね、あの実際はコッキングハンドルのところはオミットになってますし、マガジンリリースも動きませんと。で本来はここがあのマガジンキャッチなんですけども、こいつはこっち側についてるというね、でこのどの位置からも届かないというね、この使いづらい、非常に握ってようやく届く程度なんですけどね、フロント側の方からこういう感じで握り込んだら いけますけども、まあ、押しても別に自重で落下してくるわけじゃないんで、まあ、結局あの掴み直さないといけないんでね、この辺は使いづらいですね。でもちろんね、あの実銃っていうかね、あのの方にはないところにコッキングハンドルがもちろんついてます。本当はこいつなんですけど、ここについてると。でセレクターの位置もこう逆なんですね、反対側はちゃんと上についてるんですけどね実際のやつはここについてると、ここを廃墟にしているのでこういう感じになってますと。でこちらの方はあの単発2点バーストフルオートになってますね。でこちらはフルオートのみになってます。でこちらは、あちらの奥のケースしたのはあのセーフティー、まあ、一応セーフティーなんですけども、これは動きませんという形になってますね。まあ、実際に言うとですね、こちらがマガジンキャッチですね。これを押すとマガジンが抜けてきますと。で本当はここがコッキングハンドルで、引くとボルトが交代しますと。そしてこちらがボルトリリースになるんで、こいつを押すとボルトが前進してくるって形ですね。そして単発2点フルオートと切り替えですね。もちろん実物はあのこちらの折りたたみ式ストックになってますんで、このように折りたためると、ね、まあいろいろと違いはありますけども、それに頑張った作りになってるんじゃないでしょうか。いやもったいな、もう本当にいつもながらまあそれなりにね頑張った作りにはなってると思います。というわけでですね、今回の比較対象はKSCさんのガス風呂の方とちょっとね比較してみましたということになります。そしてマガジンなんですけども、こちらですね、先ほど言いましたようにですね、マガジンキャッチを押しても自重では落下してきませんと、抜かないとダメってことですね。で一応シースルーでですね、弾がですね、こういう薬莢を使うんですね。これもまたちょっとね、ちょっと小さめ、いつものよりは小さめで、またこの独自規格っていうところがねたまらないですけども、で一応ですね、あのこうねダブルカラムで入ってきそうなんですけども、だいたい20発ぐらい入るのかなと思ったんですけども、相談数は12発と。でここもねフラットになってるんで、別にあのガイドされていくわけじゃないので、これ結局入れていっても結局シングルになってくるんですね。ほぼほぼシングル、途中ダブルになったりとかっていう感じで、なんか変な入り方していくんですよね。まあこういう感じですねカートがあっちゃこっちゃ向いて入っていってるん で最終的になんか無理やりここに12発入るっていう感じになってますんでね、かなりね太い意味が全然ないというね。でわざわざちゃんとね入り口は一発になってるのでですね、まあ、ここのフォロワーのガイドがないためにこうジグザグ交互に入っていってくれないというね、なんか残念な仕様になってます。はい、それではですね、実際にですねバッテリーの方を入れてですね動作チェックの方をしてみたいと思います。それではね、まずはじめですね、バッテリー入れずにですね、マニュアルでエアコキでちょっと打ってみますか。こちらを入れるんですね、ここが。これで今もう装填されましたね。で、打つと。
はい、玉が出ますと。割と軽快に排気をされますね。はい、手動の方のですね、動きは特に問題なかったですね。ちょっとね、バッテリー入れて電動のフルオートで動かしてみますね。それではですね、フルオートのですね、電動の方の動作のチェックをしてみたいと思うんですけどもですね、ちょっとですね、僕のやつは残念な点がありましてですね、じゃじゃんと、もうね、バッテリーが合うやつがないんですね。ここね、すっごいここぐらいしか入んないんで、長さがね、7センチぐらいの、で、縦横が2、3センチぐらいの幅のやつしか入っていかないんですよね。で、通常だとね、僕はあんまり好きじゃないんですよね。JST 規格のこの細いコネクターの端子のやつ。あれがね、普通のやつはついてるんですけど、まあ、冒頭でも説明した通り、こちらの方はこのね、ミニコネクターに交換してくれてたんで、まあ、汎用性があっていいかなと思って買ったらですね、こういう始末ですね。これね、10センチぐらいの長さのやつなんですけど、まあ、当然入りませんね。ちょっとここが失敗でですね、このね、この辺に入れるバッテリーを探す方が大変になっちゃいましたんで、まあ、普通に売ってるやつはね、JST コネクター、いつものね、中華のバッテリー仕様になってるんでね、まあ、皆さんもその辺は、こちらはオークションで買ったんですけども、気をつけてください。それではちょっとね、売ってみたいと思います。玉が配置をされるんでしょうか。じゃあちょっとフルオートポジションに入れます。入れました。来ます。はい。おお、ちゃんと出ますね。じゃあ残り10発フルオートで。無事問題もなく配置をされましたね。動作はね、本当に軽快で、ちょっとまあ発射サイクルは遅いんですけど、まあ、バッテリーのね、性能にもよるんで、なんとも言えないですけども、まあ、非常に軽快で、ノントラブルでしたね。それでは今度はですね、初速の方を測ってみたいと思います。はい、それでは初速チェックの方行ってみたいと思います。はい、今回はですね、2種類ダーツですね。いつも通り、ノーマルダーツと、吸盤ダーツがありますんで、またこれちょっとね、独自規格でいつものショートダーツよりちっちゃい感じがしますんで、こちらを使って、各6発ずつ、はじめにノーマルダーツ、次で吸盤ダーツ使って測ってみたいと思います。計測の方はですね、フルオートの指切りでいってみたいと思います。それではまずノーマルダーツ、一発目ですね。17.8、18.3、17.2、18.5、16.6、17.1。ノーマルダーツは15前後って感じですかね。まあ、ちょっと優しめの方の初速になってます。続いて吸盤ダーツですね。いってみたいと思います。まず一発目。はい、21.0、21.8、20.2、21.6、20.8、20.9。はい。まあ、こちらもいつも通りですね。やっぱ軽いもの初速が上がるんで、それでもやっぱり5メーターパーセカンドぐらい変わってきちゃいますんで、まあ、この辺も命中率に多分影響すると思うんで、多分吸盤ダーツの方がですね、命中率っていうかね、集団率はいいと思いますんで、まあ、いつも通りの4メートルの実射行ってみたいと思います。はい、それでは4メートル実射やってみたいと思います。弾はそれぞれ、ノーマルダーツと吸盤ダーツ10発ずつやってみたいと思います。まずはノーマルダーツの方からいってみます。続いては吸盤ダーツですね。はい、一応以上のような結果となっております。はい、皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。電動ライブカート式クリス・ベクター、こちらですね、非常に面白い銃となっておりましたけれども、まあ、残念な点としてはですね、やっぱりこの外観ですね、ちょっとね、いただけないですね。まあ、色とかね、アレンジされてるのはしょうがないんですけども、
まあ、こういう感じで、ね、あの全てあの動くところはモールドになってしまってるんで、コッキングハンドルがねこんなところについちゃってるんで、でセレクターもですねこちらね、実際に反対側はちゃんとした位置ぐらいに配置されてるんですけども、こっち側はなぜかこの辺りね、メカの都合上でしょうけども、もうちょっとアレンジが効いたような感じになっているのですね。であとやっぱマガジンキャッチですよね。なぜこれはここに付けられなかったのかっていうのはすごい不思議ですね。もう本当にこれ使いづらいの一言ですね。まあ誤作動は防げるとは思うんですけども、まあ、そこまでのもんなのかなとは思いますけどね。まあその点を除きましてはですね、 あとはねあのセミオートが付いてないぐらいですかね、不満点というのは。あとはねもう本当にね非常に楽しく遊べる順にね本当に仕上がってますんでね、まあねちょっと前に出たあの416のフルオートモデルのクイスベクター版っていう感じですかね。でねこれ実際にあのナーフ弾だけ飛ばすクリスベクターもちゃんと出てるんですけども、そちらはね外観すごくねリアルにできてるんですよね。ストックもちゃんと折りたたみになってますし、でなぜこれと合体させてくれないのかなと、外観はそちらを使ってもらってメカはこの方式を使うというね、このねあのきちっとしたリアルな外観のベクターの方はあのナーフ弾を飛ばして、なおかつねあのナーフなんでフライホイール式で飛ばすらしいんですよね。まあ以前紹介したあのベクターモドキのビクターが、まあ、正式にベクターモデルとして登場したっていうだけなんですけども、まあ外観はねそちらとちょっとね合体させてほしかったって感じですかね。でねあのバッテリーもねあのようやく届いたんで、ミニバッテリー入るやつ収まるようになりましたですね、まあ、これで不格好さもちょっと減ったという感じになります。やっぱりねあのこうこれもちょっとね実物とは違いますけどもね、やっぱこうカートリッジが飛ぶっていうのはねすごい面白いモデルでね、いつも楽しませてくれるんで、まあこれからもっていうかね来年もこういう感じでどんどんね面白い製品が出てくれると私としてもあのドキドキワクワクなんで、まあね YouTube 始めてからもうすぐね1年経ちますけどもですね、当初の予定よりも早くね500人も登録していただいて本当にありがたいと思っております。まあこの調子でですねあのどんどんね動画も上げていけたらと思いますし、まあね前回の動画の紹介でもありますようにですね、まあエアガンナーとしてもですね本当にね紹介できたらすごいいいとは思うんですけどもね、やっぱりねこの中華の新製品構成と僕の動画スピードが全く合っていないのでそれもいつになることやらって感じになりますね。まあ、本当今年はですねこの中華のですね、このねリアルカート式とかまあねカート廃墟式のね充実っぷりがねもう半端なかったですね。もうリアル系だのこういうねちょっとデフォルメの効いた感じなのですね、もうすごい量の数がね出てね、僕もねもう本当に追い切れない感じですね。もういろんなあれが出ますしね、今お金も続かないですし、まあなかなかねその中でこういう風な感じでね当たりに近いものを引くのもなかなか少ないんですけども、まあ、これからもねどんどん中華さんには頑張ってですねこの廃墟モデルですね出してほしいですね。本当にねお座敷シューターにとってはねこういうねギミックがすごく大事なんで、まあ、実写性能はねもうどうでもいいんですよね正直。なのでこういう感じでね見て楽しめる廃墟式ライブカートモデルね、これからもどんどんよろしくお願いいたしますと。それではですね今回でですね今年最後の動画となります。皆さんはね今年どんな年出したでしょうかね。まあ、私はねあの YouTube も立ち上げたんでね非常に充実した感じで毎日楽しく過ごしておりましたですしね、まあ、残りわずかですけどもあの皆さん良いお年をお迎えください。で、ね、来年はですね、ですねもう1月3日ぐらいまではあの動画はお休みしておりますんであの上がることはないと思いますんで、まあ、それ以降ですねまとめて動画の方をまた配信したいと思いますんで来年もよろしくお願いいたします。面白いと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた来年ですね新しい動画でお会いいたしましょう。